はい、はい、お願いします。お願いします、はい、もう年末ですね、年のせいでなあ、はい、もうかお前の髪の毛の緑も抜けてきてほんまにもう、はい、クリスマスが終わったら終わりましたね。イワッコリーの髪の毛も終わってきたな、はい、イワッコリーですよね。もうイワッコリーじゃないな、何も普通のイケメンだと思ってるわかんない。はい、どうぞ早速、はい、今日は経営者の方から質問が来てまして、おあの辻さんって、うん、まあ、これは美容室だったり飲食だったり、うん、普通の人がこれどうしたんだと思うような、うんうん、そういう業界にばっかりなんか飛び込んでるイメージ。ああ確かにな、確かにな。それはなんかなぜなんですかっていう。ああ、まあでもそれは結構よく言われてて、なんか確かになんか先行者利益っていうことってやっぱすごいあると思ってて、うん、だからなんか何かを先駆けてやるってことはすごい大切だと思う。確かに。でもなんか俺にはそういう、まあ、正直そういう頭がないし、なんかそういう先行者利益っていうのはもう多分大手とかが。うん、こう先やっちゃうとやっぱり俺らは資金的にもそうやし、ベンチャーやからそのやっぱりもう出来上がってるところには俺は勝てないと思ってて、だからそう考えるとなんかまあ確かに今言ったように劣等者のとこばっかり言ってるけど、実は俺は劣等者って考えてんだけど劣等者じゃないと思ってて、うーん、うん、もうなんか俺から言わしたら歯医者と一緒で信号機の数だけあるって言われてんねんな、はい、うん、普通に考えたらなんでそこでやるのみたいな思うけど、俺って今まで真似してきたビジネスやからマネでいいと思ってんだよ、うん、うん、マネでもそいつより上行けばマネじゃなくなるっていうか、ほうほうほう、うん、じゃあ美容室10年前からやってるとこあります、はい、でも俺が参入して俺が上行けばもう別に逆転するわけや、うん、だからやった歴とかじゃないやん別に、うん、歴史とかじゃないと思うね、うん、うん、なんか何でもさ、スポーツで、ね、じゃあプロ野球選手でも40歳でやってきた実績も残してきたけど若い18歳で高卒ルーキーでうまい子入ってきたらそっち使うわけやん、うん、でもそういうことや、結局別に歴史なんか関係ないっていうか、別にそこにビジネスに、はい、古いから流行るってわけでもないし、古いから偉いわけでもないし、古いからすごいってわけでもない、新しくてもいいとこ入るし、あな、古いとこでも時代についていかれへんかったら終わるしって思うね。で今回まあ、 あの土の時代からね、風の時代に変わったって言われても250年ぶりに変わったって言って、俺みんなからめっちゃ LINE 来てんけど、やっと辻さんの時代が来ましたねみたいな。へー、なんか土の時代って、はい、なんか目に見えるものが評価された時代なんて、例えばブランドものであったりとか、はい、俺すげーみたいな、こういう人らが評価された時代、うん、でも風の時代っていうのは目に見えない、うん、信用であったりだとか信頼であったりとか絆であったりとか仲間であったりとか、そういう目に見えないものが評価される時代になって、うん、だからってブランドも着飾れへんし、自分でこうすごいやろうとか絶対言えへんやん、うんうん、だからそういう時代に変わってきましたよって言って、これはもうまさに風の時代ではなく辻の時代ですって言われてあでも確かになと思って、まあでもその風の時代になってからちょっと何個かええことがあって、へー、うん、そうそうそう、ええことが あるから、はい、あほんまにこれ来てんちゃうかなみたいな感じでちょっと思ってんだけど、はい、そういうの250年ぶりやからな。そうですよね、なコロナで時代が変わって、うん、さらにその土の時代から風の時代に変わったって言われてると、これってもう劇的な変化やと思うねんな、うん、でやっぱ風の時代というのは個の力、うん、だから先ほど冒頭でもあったようにやっぱり、うん、劣等者でも個の力さえあれば勝てるの、うんうん、なんか昨日ちょうどな秘書と話してて、はい、なんかお前秘書卒業したら何したいんやって言ってて、うん、いや僕はもう辻さんみたいに劣等者の業界に飛び込むことはできないです、なぜかというと個の力ないんで、辻さんってこの力があるから何やっても多分ある程度までいっちゃうじゃないですかって、うん、結局クラウドファンディングなんて先駆けじゃないし、もう始め出してから何年何十年って経っても辻さんがやれば結局国内最速で一番取るわけじゃないですかと、うん、結局オンラインサロンでもこの前ちょうど一昨日ぐらいテレビでも発表されたけど、結局金婚西野さん堀江さん他にも辻さんより早く始めてた人たちいっぱいおるのに結局2位って言われてるわけじゃないですかって、うん、だから辻さんって後から行っても何十年遅れようがもう圧倒的な個の力が強いから結局上行っちゃうじゃないですかって、巻き返すじゃないですか、美容室もそうじゃないですかって、何千社何万社って潰れてきて、いろんな美容室が1店舗10年経営するのに苦労かかってきたのに、で美容室なんて歴史としても100何年200何百年前からあるのに、でも辻さん入って1年で全国20何店舗展開して美容室150人集まって、もう人材不足の時代にわけわからんことしてるわけじゃないですか、うん、だから僕は辻さんの元にいることが幸せであり不幸せであるんですって、うん、これを辻さんの真似してしまうと僕やっても無理なんですって、うん、もう何をやるか誰がやるかで、ね、もう誰何をやるか辻がやるかみたいな、うん、辻さんやったら真似して、うん、そいつを抜けばいいと思ってるけど僕ら真似しても抜けないです、う
でほとんどの人が多分無理やと思いますって言ってて、まあでも俺も確かにそうやなと思って、正直別に自分の力をそのすごいって思ってるんじゃなくて、なんか確かにオンラインサロン始める時だって企業サロン始めたやん、もうマネやねんな全部。まあ近郊西野さん堀江さんっていうのはやっぱりもうまあもう影響力もあるし大事な人やから、あの人らがうまくいっているのは当たり前だと思ってて俺は、でもやっぱり他の経営者たちとか若手がやっててやっぱ無理じゃん、うまくいってないところもあるわけやん、でも俺その人らをこう見てて、いっぱいあるやん、いろんなお店の、あこの人らでもいけるんやと思っちゃったの、もう正直これ失礼な話かも分からへんけど、あこの人らでいけるんやったら俺 100% いけるなって、この力絶対負けてないわと思ってしまって、じゃあ案の定やったらまあ2位って発表されてたやんか、うん、このニュースにもなってたけど、はい、うん、でクラウドファンディングもやっぱ最速で、あれもマネやね、みんながやってたから、あこの人らで100万200万集まらないと俺1000万ぐらいいけんじゃねみたいな感じだったら2800万集まってしまったみたいなぐらい、俺は後出しでも勝てるかなと思ってる、うん、俺はやね、今の時代に何かを先駆けてやらなあかん時代かもしれんけど、俺は後出しでも勝てると思ってて、だから俺なりの俺のエゴな、これは、はい、うん、俺の英語で言うとやっぱり何かを先駆けてやることが大切な、もちろんこれも大切や、先行者利益は絶対あるから、でもそれよりも大切なことってやっぱ時代によって変化させることが一番大切かなと思う、うん、うん、なんで昔の美容室潰れてる、オーナーが昔の人やねん、社長が、だから時代に変化させへんねん、要は今までやったら媒体広告費をかけて、まあ、テレビの CM とか、まあ、ホットペッパーもそうやわ、いろんな媒体をかけてどれだけ回収するかのビジネスやって、だからお金持ってたら正直勝てて、でも今ってそうじゃない、もうそういう会社が増えすぎて、インスタグラムであったりとか YouTube であったりとか、この無料でできるものを使っていかにこう集客するか時代に変わってんねん。求人も一緒、今までやったら求人に思いっきり100万200万突きかけて、で求人ガッと来る時代じゃなくなってんねん。やっぱりこの力、辻啓太っていう、辻啓太が手掛けてる美容室、辻啓太が仕掛けてるエステで働きたいっていう思わせるこの時代、まさに、だから俺ほんまに土の時代から風の時代ってこの前12月22日かなんかに変わったんかな、それまで知らんくて、はい、でもあ確かにと思って、そうやん、この力が試される時やと思うのよ、このコロナ禍でちょうど、はい、うん、今まで会社が大きいから従業員が来てくれてた、広告費かけたら求人かかったのが、今は違うと思うね、え、そうやろ、はい、うん、この辻桁という人間性に惚れてくれて、この辻さんの元で学びたい、働きたい、成長したいっていう人らが来てくれてると思うから、そう考えるとすごい、なんか俺は先駆けてたから、そうですね、辻さんこれ分かってたんですかって言われて、分かってなかった、はい、って、そんな土の時代とかあるんやみたいな感じのないと思ってたから、はい、うん、でも確かにあれを比較すれば、あなんか俺が言ってることがなんかほんまにこれ通りいけば来年は身になる年になるんじゃないかなと。でサロンメンバーのさ、もこちゃんっておるやん、占い師のさ、はい、で占い師ちょっと俺占ってくれへんやつって、俺初めてそんなん言えへんねんけど、あんま神とか占いとか信じへんかったから、はい、でもちょっともうこっから飛躍するには信じないとあかんなと思って、はい、言ったら、ケイタさん人生で来年が一番いい年ですって言われて、これ申請なしで来年が一番いい年ですって、今まで辻さんが苦労してきたことが全て実る年になるって、もう調子乗ってんの俺もう2021年成功したと思ってるからもう今の時点で、はい、うん、まあっていうのは冗談やけど、はい、だから俺は、うん、俺はやで、だからこの質問してくださった経営者とはちょっと違うかもしれへんな、昨日秘書にも言われてるぐらいやから、俺は今まで自分の成長に対してとか個の力をつけてきたつもりやから、もうテーブルさえ座ってくれれば負けない自信があるから、俺はきっかけさえあれば絶対負けない、あったら絶対俺の良さ伝わると思ってるから、これも負けたことないから、クロージング力であったりグループ力は絶対負けないと思ってるから、だからあえてその業界に飛び込んでるかも、だから俺からしたらレッドオーシャンに見えるけどブルーオーシャン、力ある人おらへん、美容室の社長も大して力ある人おらへん、昔の考えで頭勝った人ばっかやで、負けへん、つまりまだこう改善の余地が、あ、そういうことです、そういうことです、だから数が多いですよと、でも力ある人何人おるんですかっていう話、何でも一緒や、保険の代理店にしても何でも一緒、何万件何十万件の保険の代理店あるけど、ほとんど昔の50歳超えた人たちがもう一人でやった方がいいって言ってやってね、組織としてやってるとこないね、少ない、だからそれをもう見て勝手にレッドオーシャンってこう先入観になってるだけで、ブルーオーシャン、オンラインサロンも一緒やん、あのランキング見たら分かるやん、力ある人何人おるって話やん、俺力負けへんもん絶対1対1やったら、負けへん自信がある、
だからそこに飛び込んでるだけ。クラウドファンディングだって一緒、みんなやってるやん、うんうん、でもなんでじゃあ俺あえて通算もするんですかって、勝てると思ったからって、うんうん、レベル違えからって思った、うん、以上です、はいはい、辻さんにとって全てはブルーオーシャンですよね。僕にとって全てブルーオーシャンです。結局だから僕はやで、これ俺の英語な、はい、俺はこの力をつけてきたつもりやから、別にその業界に俺が参入すればある程度上までいっちゃうっていう、うんうん、でも一つだけ言えるとしたら、はい、1番も取られへんな。ほう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 、うん、一番取るには先行者利益と個の力が合わさった時しか取られへんと思う。近郊西野さんなんかそうや、うん、個の力もあるし、うん、先行者もあるから1位や、うん、何やっても結局いつも俺クラウドファンディングしてもオンラインサロンやっても結局なんかあの人の数字に勝たない。だから俺は思ったよ、はい、ちょっとの間は近郊西野さんとか堀江さんにの真似しようって。ほう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 、あの人らの真似して、あの人らより上は行かれへんかもしれないけど、うん、あの人らの次にも入れる多分、うんうん、あの人らの何をやってもあの人らの次にも入り込める自信がある、うんうん、でどっかでもっと力つけてから何かを先駆けた時に、まあ、一番を狙おうかなと、はい、うん、そういうのにちょっとシフトチェンジしました、うん、なるほど、はい、これが僕のこれからの展望です。だからちょっと変わったこともやっていこうかなと思ってます。はい、はい、お、来年はね、いろんなことに挑戦しようかなと、ね、うんうん、ご期待ください、はい、以上です、はい、はい、ありがとうございました。